東京プライドパレード東京プライドパレード TPP は2007年8月11日と2010年8月14日東京都渋谷区においてこの名称で開催された同性愛者など性的少数者のパレード主催者は東京プライド東京プライド TP 略称東プラただし全身の東京レズビアン ゲイパレードからの連続性を強調すべく、2007年は2000年からの通算回数である第6回とされる。2010年の開催を最後に、2013年4月30日、東京プライドは総会を開き解散を決定した。2012年から開催された東京レインボープライドに引き継がれた。当初、2008年8月9日に予定されていた。 第7回パレードは中止となった。また2008年5月までにパレード実行委員会の解散及び中田隆代表理事を含む有力理事数人の辞任を発表した。同年7月末には残り4人の理事全員が辞任し再建検討委員会が再建策を模索する事態になった。東京レズビアンゲーパレードの名称については 他国や札幌、大阪などに比べて限定的で、他のセクシュアリティも包含する名称が良いのではないかという観点からの声があったことから、2007年開催より、プライドパレードに名称を変更した。同年2月25日に、快速、役員制度などを整備しての東京プライド、設立総会が、東京都中野区で開催され、その場で、 全会一致により名称変更が認められた。第6回東京プライドパレードには、初めて、厚生労働省、東京都の講演がつき、ビジットジャパンキャンペーンのロゴを使用することが、承認された。また、桑原里支部渋谷区長、中山裕子新宿区長から祝福のメッセージが、寄せられた。イバラリエコの鳥頭日記第十二回。 新潮452007年10月号、書出単行本、西原理恵子の不腕繁盛記収録、青木光恵、女の道代65から67回、週刊アスキー2007年10月2日、号、9日、号、16日号掲載。ありがとうございます。